続いてのご質問でございます。若い時に漫画を描いていたと聞きましたが、漫画賞への投稿の経験はあるのですか？ございません。多分漫画、本格的にちゃんとこう、いわゆるつけペンでね、こう、枠線引いて、ちゃんとこう、漫画を描いたのは、多分中学か高校ぐらいだと思いますけども、で、その後、大学でね、漫画研究同好会でサークルの、いわゆる解放誌の中で、漫画は描いてましたけども、結局、投稿はやっぱやんなかった。ですね。まあ途中でやっぱりこう、まあずっとね、あの漫画描いて、漫画家になるっていうのはずっと夢としてあったんですけども、やっぱり途中から漫画だけじゃないな、やりたいこと。漫画もやりたいけど、アニメも好きやし、映画も好きやし、まあゲームも好きやしって言ってた時に、その漫研のね、あの同級生から、声かけられて、あのゲーム会社作ったっていう、流れになりますんで、結局、出版社にまあ投稿やね、持ち込みをすることはやっぱできなかったですね。まあ、あれから何十年、まあ二十数年経って、結果的に今あの、漫画の原作とかもやらせていただいてますんで、まあ、やりたいことやってるから別にええかなって感じです。はい、順番は何でもいいと思います。